どうもいつもお世話になっております。今回は青魔導士のマスクカーニバル31黄金頭巾モノマネし午後の解説動画になります。これはギミックの解説ですので、スキル回し等は参考程度にお願いします。まずはじめに必須青魔法を記載します。では本編に行きます。前半後半に分かれていますので、前半から見ていきましょう。モノマネ。ボスがモノマネを詠唱し、ボスにバフがつきます。このバフ中にうっかり攻撃してしまうと、このように即死ダメージの反撃を受けますので、バフが切れるのを待ちましょう。モノマネ火炎放射。前方奥義の火炎攻撃です。モノマネサップ。連続してプレイヤーがいたところに AOE が3回来ます。予兆が見えてから移動するのは遅いので、あらかじめ動きましょう。モノマネカッパソング。カッパになってしまいますので、フライングサーディンで止めます。モノマネ開始の宣告。あらかじめ HP を全開にしていることで、デバフを解除することができます。死の宣告がついてからでは HP 回復無効デバフもついているので解除できません。モノマネモノマネバフ中はじっとしておきましょう。モノマネ分身。本体がファイアブラスト、分身がプロティアンウェーブを3回してきます。モノマネ野獣の直感。ボスの攻撃が必ず全てクリティカルになるバフがつきます。快音波で解除しましょう。後半フェーズです。南を分かりやすくするためマーカーを置きました。それでは行きましょう。この色ファイがヒートがつくため、動くと大ダメージを受けます。このように1回なら耐えれますが、2回は死にます。さらに続くブリザガの範囲を避けやすくするため、ボスから離れておきます。これは離れていない失敗例ですね。動いてもヒートでダメージ、止まってもブリザガに当たります。この式ブリザガボス中心の範囲攻撃です。この式サンダがプレイヤー中心の足元設置型ダメージ床です。しばらく残ります。この式フレア大ダメージ攻撃です。ポンポンケアルで対応しましょう。この式ホーリー大ダメージ攻撃です。同じくポンポンケアルで対応しましょう。この式メテオボスが中心に移動し、東西中央と順番に距離減衰攻撃たす AOE が来ます。距離減衰予兆は必ず東から来て、 AOE は南北には来ないので南か北にいましょう。西の距離減衰攻撃の予兆3回目くらいで超効果を使用すると、
最後の中央からの距離減衰攻撃を超効果で受けれます。そして超効果が間に合わないとワイプします。ミールストーム、南東北西に予兆が来て竜巻が発生します。吹雪、全体攻撃とともに継続ダメージとヘビーのデバフがつきます。イグジュビエーションを2回詠唱し解除します。ミールストーム、北東南西に予兆が来て竜巻が発生します。この式3だが、プレイヤー中心の足元設置型ダメージ床です。全部で3回詠唱します。フィールド中央を開けるように設置するといいかもしれません。この式ファイがヒートがつくため動くと大ダメージを受けます。続くブリザガの範囲を避けやすくするためボスから離れておきます。この式ブリザガ、ボス中心の範囲攻撃です。ここで気をつけるべき点を失敗例からお伝えします。まずサンダガを設置したが外周側に来てしまうともう何かを踏むしかなくなります。次にミールストームですが、竜巻の大きさだけに気を取られてると竜巻から出る AOE に当たって引き込まれます。ということで本編に戻ります。この式フレア、大ダメージ攻撃です。ポンポンケアルで対応しましょう。この式ホーリー、大ダメージ攻撃です。同じくポンポンケアルで対応しましょう。この式メテオ、あとは気質の技がループになります。ミールストーム、南東北西に予兆が来て竜巻が発生します。吹雪、全体攻撃とともに継続ダメージとヘビーのデバフがつきます。イグジュビエーションを2回詠唱し解除します。ミールストーム、北東南西に予兆が来て竜巻が発生します。この式3だが、プレイヤー中心の足元設置型ダメージ床です。全部で3回詠唱します。フィールド中央を開けるように設置するといいかもしれません。この式ファイがヒートがつくため動くと大ダメージを受けます。続くブリザガの範囲を避けやすくするためボスから離れておきます。この式フレア、大ダメージ攻撃です。ポンポンケアルで対応しましょう。この式ホーリー、大ダメージ攻撃です。同じくポンポンケアルで対応しましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチッてしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。